イナゴがいっぱいいるよ、やっぱりここ。あ、なんだこれ、ホオズキかな。はい、こんにちは、ソーチャンネルソーパパです。ソーチャンネル、はい、今日も、明石採取第3弾ということで、やってきました。ここね、ほんとイナゴがめっちゃいるんですよ。それで前回ね、前回はこのイナゴのピンクバージョンが、いるでしょう。ちょっとピンクイナゴを探しながら明石採取をやっていきたいと思います。はい、では行ってみましょう。時期過ぎたかな。ちょっと行こうか。そうやね。じゃあこれ行きます。この辺、あ、そうだね、この辺だね。この辺行くよ。ダメだ。枝だけだもんだって。ああ、なんかちょっともう柳の木が散ってる感じする。うん、この間七節落ちてきたからね。は？七節や、茶色い七節が落ちてきた。それ完璧、枝七節だ。行くよ。あら、落ちない。シーズン終了でしょうか。この木ね、めっちゃ一番落ちた今まで。行くよ。この辺、もうちょっと前。行きます。浮いた、浮いた。当たった、当たった、当たった。来た来た来た。なんか落ちてきたよ。マジ？どこどこどこ？あ、一緒に？うん、頭に当たった。どっか動いてないかな。かわいい証。落ち着きました。あ、この子手がないぞ。ちょっと。ちょっとケース。はい、行きます。ん？これ行くか。あら、一匹、一匹でした。ダダダダダン。マジかよ。よし、じゃあひたすら蹴ってこうぜ。これ行くぜ。来た。これこれ、メスちゃん、メスちゃんが落ちてきた。じゃーん、行くぞ、もう一回行くぜ。よし、落ちた。あ、枝か。あ、また枝七節じゃない。じゃん、これいいね、これ大きいから。ああ、あいしょ。落ちたぞ。落ちた。落ちたぞ。落ちた。
おっしゃおっしゃおっしゃ、あ、おったおった、そこだ。これ何これ、また飯しちゃうんだわ。あら、いや、こっちも落ちた気がしたんだけどな。10だぐらい。あ、落ちた落ちた落ちた。うわ、でかいでかいでかい、そうちゃん、これでかい、マジでかい。ちょ、今期最大だって、これ絶対やばいやばいやばい、これでかいよ、5センチあるかもしれん。ちょ、見て見て見て、これどうでかいよ。ちょ、これ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 、ほら、いける。どう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 、結果絶対これ今期最大でしょ。いやいやいや、やばいやばい、だって今までのやつこのぐらいだもんね。でかいよね、うん、ちょっと待って、まだ落ちてないかな。本当やっぱりいるの。よし、じゃあもうその辺落ちるからもう一回蹴るよ。ああ、いきます。もうちんか。よし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 。え、いいじゃん、でも一個いい感じ。でかいの落ちたよ。どうした？だぞ。地変が。あー、ずれ落ちてく。おい、あ、来た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 。こいつもでかい。こいつもいい。でかいでかいでかい。ほら。てかさ、めっちゃでかいじゃん。は？ちょっとでかいのが、うん、数はいないけど。そうだそうだ、でかい木にはでかいクワガタがいる。もう一回行こうかな。もう一回行きます。でかい木にでかいクワガタがいる。手刀で行くわ、手刀で。こっちで音がした。全然なんだけど。何すんの？うん。大きい木に合う。じゃあ、そうちゃん、この辺、この辺見とってよ。うん。落ちた。落ちた、落ちた、落ちた、落ちた。よし、もう一回行くよ。わからんか。これ行こうか。これ行こうか。落ちた！落ちた落ちた落ちた！落ちたよ。こいつもなかなかいいサイズ。で、潜ってきますよ、潜ってきますよ。ほらほらほら。もう一回行こうかな。メダカなんか入れた方がいい。みんな引き返す。うん。すーちゃん潜っていっちゃう。あ、え？え？ちょっとこの辺にいます。あ、ほら。うん。すごいね。こんな風になってんね、下土。戻しとこう。土でね。じゃこれ。どれだった、一番でかいの。これだよね、うん、これちょっと後からちょっと測ってみよう。めっちゃ楽しみ。5センチありそう。いやあるでしょ。いや、分からん。でもそれもうちょっとやろうか。ありそうである。ありそう、うん、
してるって、うん、じゃあこれ行きます。はい、行ってください。毒蜘蛛、毒蜘蛛、毒蜘蛛本当この色やばいでしょ。映るかな、ボケとる。はい、めっちゃ気持ち悪い。ほら、やばいってこれ、襲われた今。あー、びっくりした。映るかな。赤ってそれだけ強いの。こうやってやったら映る。わー、逃げてく逃げてく逃げてく。映らんがね。めっちゃ逃げてった。めっちゃ逃げてった。カミキリが落ちた。何かまほら、ゴマダラ。あ、ゴマダラ、ゴマダラちゃん。お腹入れとく。ほら、ゴマダラ、ゴマダラ、ほらほらほら、ほら飛んだ後して。あ、飛んで、飛ぶよ。こん中入れとくいたら餌があるよ。ピカチュウ入れとくや、じゃあ、うん、じゃ俺捕まえない。うんうん、捕まえる。うん、はい、はい、ちょっと他いろいろキックやってきたんですが、結局こんだけだけど、何匹だ、 1,2,3,4,5,6、 あ、7匹、7頭取れたじゃん。取れたけど、うん、これが一番でかいやつ。一番でかい。いや、これでかいよ。5cmありそうじゃん。うん、さあ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 、5cm。 いや、ありそう、ありそう。どう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 、ちょっとじゃあ測定したいと思います。あ、あるじゃん、あるある。ちょっとちょっとパパ持って やってみるわ。あ、そうちゃんもこれカメラちょっと測ってみたいと思います。はい、ちょっと見て、斜めになるな。あ、行ったぜ行ったぜ行ったぜ。ちょっと待って、痛い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 んですよ。ちょっと手がね、この前の手が痛い。いや、それ痛いわね。やばいよ。はい、そうちゃん取って。はい、行くよ、ガチ、うん、待てよ。だいたいピントが合わない。すごいな、こいつ。はい、5.1 の真ん中だから 5.05 ぐらい。そこに乗せて測ってみようか、うん、ちょっとやばいじゃん、50。いや、いったで、これマジで。ほら、今度はやばいやばいやばい。これ50でちょっと大き足りないから。6センチはさすがにないね。ん、6センチあったらもうめっちゃ凶暴だね。やっぱ5センチあるとパワーがすごいな、うん、牙が折れるといかんで、あんまり。ほら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 、やばいね、うん、やばいやばい。5センチいった。うん、はい、5センチいきました。はい、やった、そうちゃん。はい、じゃあ今度さ、うん、赤足で59だから、うん、何が、うん、ギネスが、うん、そんな大きいの、うん、無理でしょ。そんな無理だって。時間持ってくるか。そうだね、うん、ほんまやで。いや、でもしかしこれかなり大きいです。50いったぜ。うん。